カンバーランドはアメリカ合衆国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の北東隅に位置する町である。2010年の国勢調査では人口33,506人であり、州内の市長を合わせて第8位だった。カンバーランドは1635年に入植され、1746年に法人化された。カンバーランドは当初、プリマス植民地が 土地のインディアンから購入したマサチューセッツのレホボスの一部として入植された。その後長く境界論争が続いた後でロードアイランドに移管された。町名はカンバーランド公をウィリアム・オーガスタスにちなんで名付けられた。ウィリアム・ブラックストーンがカンバーランドに入って生活した最初のヨーロッパ人だった。ブラックストーンはボストンに入った最初のヨーロッパ人でもあったが、 彼と新しく到着したピューリタンが宗教に関して意見を一致させられなかった時にボストンを離れていた。ブラックストーンは多くの木の下で寛容なキリスト教の教えを解き、それが世界中のキリスト教徒に環境を与えた。カンバーランドのロンズゲール地域にある農場で生活し、アメリカのリンゴとして最初の品種であるイエロースーイーティングを育てた。その家があった場所は、 現在、アンホープの工場が使っている。現在人気がある観光地の9人の悲劇は元のトラピスト修道院の敷地で見つかった墓である。修道院の一部は1950年の火事で破壊されていた。トラピストはその修道院と敷地を町に売却し、1976年、建物の一部はエドワード J ・ヘイデン図書館、別名カンバーランド公共図書館に転換された。 このことで小さな図書館3つを1つにまとめられた。カンバーランドはフレンチインディアン戦争やアメリカ独立戦争のために大砲や砲弾を製造した鉄鋼所があった。さらに近くにあるセントラルフォールズ、リンカーン、マサチューセッツ州のアトルボロと共にバレーフォールズ社があり、世界最大の投資持ち株会社であるバークシャーハサウェイの前身である。カンバーランドの機械工場が アメリカで最初の毛織物用機械食器を作った。1820年頃にマサチューセッツ州アクスブリッジのカプロンミルで使われたとされている。これらは2007年のバーナットミル火災で燃えてしまった。カンバーランドは1955年に設立されたアメリカ発のディスカウントストアチェーンであるアンホープが最初にできたところであり、本社もある。カンバーランドは ロードアイランド州のブラックストーンが霊下流にあり、ニューイングランドの歴史的国定公園であるジョン・エイチ、ジェフィー・ブラックストーン川バレー、国定歴史遺産回廊の中にある。アシュトン高架橋アメリカ合州国国勢調査局に、よれば、超域全面積は28.3平方マイルであり、このうち陸地26.4平方マイル、水域は1.8平方マイルで、 水域率は6.40%である。カンバーランドはロードアイランド州の北側、マサチューセッツ州との宗教では東の端にあり、州の北東端にあることになる。北西は州内の都市ウーンソケット市に接し、南はセントラルフォールズ市、西は林間町と接している。マサチューセッツ州では北にレンサム町、東にノースアトルボロ町と南東に、 アトルボロイチがある。鉄が豊富な鉱物であるカンバーランダイトの唯一の大きな鉱脈がカンバーランド北部のエルダーバルー集会所道路近くで発見された。この鉱石は植民地時代に大砲を作るために使われたができた獲物は品質が悪く割れることが多かった。地域の地質的な特徴は白石英が大量に露出するダイヤモンドヒルである。この丘は かつて二つの小さなスキー場に使われ、現在は町の公園になっている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。カンバーランド公共教育学区は、カンバーランド町の幼稚園前から12年生までの教育を担当する包括的な公共教育体系である。約5000人の児童生徒を受け入れている。小学校は5校ある。 6年生から8年生は2つの中学校に通う。9年生から12年生はすべてカンバーランド高校に入学する。そのキャンパスはメンドン道路、州道122号線沿いに2.5エーカー以上ある。ロードアイランド州の教育省による比較財源データを使うとカンバーランド教育学は長年生と一人あたりの教育費消費額が非常に少ないという特徴があった。 しかし、過去10年間で納税者は、学校の施設を改善するための再建によって、かなりの資源を出してきた。ごく最近の再建では、アッシュトン小学校、ジョン・ジェマクローリン小学校、カンバーランド高校の改善に充ててきた。カンバーランド町民の財政的寛容さのおかげで、CHS2010 プログラムの一部として、カンバーランド高校の大掛かりな改善が完了した。 カンバーランド高校は5年間の建設と改装の後の2008年9月27日に正式な観光式が行われた。新しい施設はウェルネスセンターと呼ばれバスケットボールコート3面屋内トラック保健体育教室がある。また新しい音楽室と美術室が以前に体育館のあった場所に建てられた。改修と増築の最終段階は 新しい15室の科学技術ウィングと600席のあるカウンターとカフェテリアである。施設改修が一通り完成し、生徒と教師のための21世紀の技術に焦点を当てる3年戦略計画を採用し、5000人の児童生徒のために公平な学習機会を生むことにしている。この戦略計画の最重点は公共教育体系に対する地域社会の支援を、 活性化させる街の学習社会をデザインし、作り上げる協調行動である。教師があらゆる指導領域で、学習スタイルの移動、a s 教育、新しい授業技術の統合において、専門性を開発することに資金を投ずることを求めている。また、専門文化した指導、助言プログラムと生徒カウンセリングを通じて、個性に合わせた学習を行わせる。 全国的に認められた教育組織がカンバーランド教育学区の改善努力に協力する。教育学区は読み書きについてはハスボロ優秀教育センター、ハイランダー、ダンインスティチュートとヒルフォーリテラシーと数学についてはテキサス大学オースティン校チャールズウェイダナセンターと協力している。カンバーランドリテラシーイニシアティブの目標は小学校の 教師をすべて読み書きのマスター教師として訓練することで生徒の成績を上げることである。カンバーランド数学イニシアティブの目標は、あらゆる生徒に毎日各教室で保障され発展性ある授業を行い、幼稚園から12年生まで全児童生徒の数学上達度を上げることである。教育学区は7人の委員で構成される、教育委員会が指導する。委員は任期2年間で選出され、 委員の中から委員長、副委員長、事務官が5選される。委員会は学校監督官一人を雇用し、方針を管理し、学習を進めさせる。教育学区内には、公立チャータースクールとして、ロードアイランド州では、初の市長学校である、ブラックストーンバレー予備校がある。2009年秋に幼稚園を開園した。私立学校は、カンバーランドに、 ニューイングランド地域本部があるローマカトリック教会の支部シスターズ・オブ・マーシー・オブ・ジ・アメリカズが運営するマーシー・マウント・カントリー・レースクールがあるカンバーランドでは毎年7月4日の独立記念日を祝うアーノルド・ミルズ・フォース・オブ・ジュライ・パレードと4マイルロードレースが開催されている最初に開催されたのは1927年のことだったカンバーランド・ファームズは 大型コンビニエンスストアチェーンであり、もともとカンバーランドにある楽農業からその名前を得ている。人気ある行事のカンバーランドフェストは、毎年8月第2週末にダイヤモンドヒル公園で開催される。遊園地の乗り物、生演奏、小さな花火ショーなどがある。運動競技会もある。毎年数千人が集まっている。2002年からはカンバーランド町とレクリエーション部が、 ダイヤモンドヒル道路沿いのダイヤモンドヒルの森でハウンテッドヒルと呼ばれるスプークトレールを行っている。毎年、カカシ、ピエロ、ゾンビなどと共にタイトルとなる人物が出てくる。ブロード通り549にあるブラックストーン劇場は幅広い文化行事を行っている。毎年ダイヤモンドヒル州立公園でサマーソルスタイス、フェスティバルも公演している。 ありがとうございます。